巨人劇場です。今ね、現在お父さんが、鮮明なね、ペンキ塗りを、しています。どんな感じに仕上がったかね、見に行きたいと思いますので、ぜひ皆さんご覧ください。では行ってみましょう。レッツゴー。はい、こんにちは、どうも。では、先ほどね、言うた壁を、塗ったのと貼ったのとね、あるんで、両方見ていただきましょう。まだね、ちょっと中途半端なんですけど、見てください。はい、こんな貼り方をしてるんですよ。どう思います?皆さん。ね、ね。自分がするわってね、言うてまして、これですよ。まあでもね、綺麗なも確かに事実なんですよ。はい、こういうとこね、こうちょっと汚いですけど、貼り方がね、雑いですね。人のことはね、結構言う父親なんですが、ちゃんとね、違うような気がしますけど、まあその辺はね、多めに見ていただきましょう。で、ここもね、こんな感じで、塗られております。そしてここ時計ね、今9時15分です。はい、ここが洗面台です。はい、こんな感じでね、はい、ドアも、完全に塗られております。はい、こんな感じでね、はい、上もね、こんな感じです。ちょっとね、黒カビがね、こう出てきてるんでね、ちょっとね、塗ったりね、壁紙をね、貼ったりしています。こんな感じです。いかがでしょう。はい。ね。で、ペンキはね、これを使ってます。はい。これね。このペンキを使ってやっております。ね。ね。私のうちの父親はね、人のことはね、めっちゃ言うくせにね、自分は、こうやってね、見てください、これ下。こんなにペンキも汚れてね、しても、なんとも思わない。で、人のことはね、めちゃめちゃ言い張るんですよ。本当に皆さんどう思われますか?っていうことでね、こんな感じでーす。っていうのをね、お伝えしたく、今、YouTube、撮影したところでございます。はい、皆さん、ありがとうございました。またコメント、いいね、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、これについて何か意見、アドバイスなどありましたら、コメント欄にどしどしください。では皆さん、バイバーイ。